皆様こんにちは、数学ラブです。出会い算を数学するの SPI 編で、今回は基礎編の問題1番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければチャンネル登録をお願いします。問題です。チーム A とチーム B が1周 400m のコースでスピードスケートのパシュートで対戦した。チーム A は分速 804m で、チーム B は分速 796m で互いに反対側からスタートした。問1です。チーム A とチーム B は何秒後に初めて互いに反対側ですれ違いますか？答えは15秒後です。チーム A がスタートしてほぼ半周進んだ時、チーム B もスタートしてほぼ半周まで来ています。その時初めて互いに反対側ですれ違うということになりますので、初期の日転換の距離は 400m となります。この距離をチーム A、チーム B の速さの和で割ってあげると出会うまでの時間を求めることができますので、チーム A の分速 804m とチーム B の分速 796m を足した値で割ってあげます。そうすると分速で割っていますので、こちらは何分というふうに出てきますが、問題は何秒後に初めて互いに反対側ですれ違うかと聞かれていますので、分を秒に直してあげるとかける60の計算をして、答えは15秒後と求めることができます。問2です。初めて互いに反対側ですれ違った時、チーム A は何メートルリードしていますか？答えは2メートルです。チーム A は分速804メートルですから、秒速に直すと60分の804メートル。そして問1から15秒後に初めて互いに反対側ですれ違うということが分かっていますので、かける15秒の計算をしてあげると201メートル。チーム A はスタートして201メートル地点で初めて反対側で B とすれ違うということがわかります。ではチーム B を見ていきましょう。チーム B は分速796メートルですので、それを秒速に直すと60分の796メートル。15秒後に初めて互いに反対側ですれ違うということが問1から分かっていますので、かける15の計算をすると199メートル。つまり B チームはスタートして199メートル進んだところで初めて反対側でチーム A とすれ違うということが分かります。では初めて互いに反対側ですれ違った時、チーム A は何メートルリードしているかというと、チーム A が進んだ201メートルからチーム B が進んだ199メートルを引いてあげて2メートルと求めることができます。もしくはそれぞれチーム A、B の速さの差を取ってですね、こちら分速ですね、分速804-796m、これ分速ですから秒速に直すと割る60、これに15秒後に初めて互いに反対側ですれ違うということですので、かける15の計算をしてあげて2メートルと求めることもできます。
ではまとめです。出会うまでの時間を初期の日転換の距離割る速さの和で求めることができましたか？時間の単位変換はできましたか？長さの単位変換はできましたか？これらをしっかり頭に入れて解くようにしてくださいね。いかがでしたか？今回は SPI 編出会い算の基礎問題1番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので気軽にお寄せください。Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。